ホラポス、関西百名山。ワウワウ。もうすでにこんにちはです。正午です。ぴったりですね。今日はここ何駅、何バス停ですかね。一枚岩。一枚岩バス停。一枚岩はこちらですね。いや、遠かったですね。やってまいりました。今日はここから関西百名山は第82座、5だけの森だ山。けの森山に行ってみたいと思っております。バス停のすぐ前にはこんな立派なお手洗いもございまして、道の駅やね、ここね。あ、そうですね、道の駅。ちっこい道の駅。もう巡回バスみたいなマイクロバスで100円でここまでね、乗せてもらいました。すっごいお得でしたね。ちょっとあいにくのお天気なんですけれども、行って帰るまで2時間少々の山なんで、ちょっとこのまま強行したいと思っております。それでは今日も元気で行ってみよう。道の駅からちょっと戻ってきて、もう3分もかかりませんでしたね。ここから登山口、そこにもなんかちょっと簡単なマップがありますね。行ってみよう。行ってみよう。あ、親玉も取っとこね。はい、親玉こんな感じです。出番なし。出番なし。出番終わりやで。行ってみよう。ここまでは大阪から黒潮に乗って小座駅まで来て、小座駅からふるさと号でここまで来ました。もうアクセスは便利やったんやけどね、やけど遠かった。あ、これか。綺麗な案内やね。東風岩まで 200m。 1100m やて。湿度がね、この植生を見てもらったら分かると思うけど、シダが多いやん。ジメッとしてんのよね。ジメッとしてんな。ジメッとしてる。
結構まとわりつくよ。こんな昼おるんちゃうか。さっきね、まあ、あのバスで言ってはったね。うん、昼だな、行けねえよ。豆腐岩。これが豆腐岩？あ、ほんまや、豆腐っぽいな。うまいこと言うわ。なるほど。うん、なんかね、さいの目に切った豆腐って感じ。うん。豆腐岩ロック。豆腐岩ロック。豆腐ロックちゃうんやな。豆腐岩。なんで言うねん。あそこにもう一個看板あるわ。一枚岩？なんやろ。一枚岩はこっちですよって。あ、そっか。え、これもう豆腐じゃないんじゃないの？ちゃうか。もはや豆腐じゃないやろ。でっかい岩。ねえ、立派よね。ラピュタって感じするわ。ちょっと勾配が緩くなったね。うん。でもね、ムシッとしてるよね。蒸し暑いな。もうほんまにシダーンだらけ。ただね、その割にはね、小虫とかが少ないからね。まあまあ、あの、顔にもまとわりつかんし、快適かなって。道は歩きやすいね。ちょっと最初キュートやったけど、木の根が至る所に張り巡らされてて、豆腐岩どうも好きになったみたいですね、豆腐岩のことが。そうそう、すごい急やな、いきなり。ほんま？テープあるわ、こう、右の方。よくわからんけど、なんせこの綱に沿って進めてもさやろ。何が見えないやろ、これ。いきなり教室を増してまいりました。はい、時刻は12時40分、スタートから40分が経過しております。はい、1.2 キロ。ここが、目岳と尾岳の分岐になっております。はい、まずは目岳、ここピストンしてピークを踏んでいきたいと思います。はい、行ってみよう。おう。おう。あの、目岳、尾岳までの分岐がすごい急斜面だったんですけど、目岳に行くまでもう割と来てますね、これ。うん、これ普段あんまりロープ使わないんやけどね、ロープ使いたいと思いますね。切れるかもわからへんで、これなんか古びてるから、はい、信用したらあかんだよ、あんまり、はい、こんな感じ。あ、今すごいね。もう3点指示使いまくりの岩場。マウンテンとかですよ、ここ。いや、マップの地図からすると通り過ぎてます。12時48分 1.4 キロ、はい、47分。ちょっとここまで繋がってたんで、もうこれが山頂やとばっかり思ってたんですけど、はい、なんか目だけ山頂とかいうあれが欲しかったね。うん、一応止めて、あの戻るから。なんかここが一番高いんやけどな。うん、あのここ取っとく。まっすぐ行ってしまいましたが、こう見るとね、ここに祠が見えんね。うん、ここですわ。何にも書いてません。ちょっと振り返らなあかんかったね。お邪魔します。わあ、すごい、すっごい、いや、こわっ、うわっ、すっごい、怖っ。見てこれ、あんまり下覗いてあかんで、これ膝ついてな。うわ、すっごい、どこ立ってんのかわからんで、これ何も書いてないけどね。絶対ここやで。あれが尾岳やな。え、すっごい、すごい。なんかね、この煙ってるからね、小雨で霧雨。あの目だけ山頂が分からなくって危うく見逃すとこでした。もうね、なんか煙ってる分仙人が出てきそうな雰囲気です。ちょっと天候崩れそうなんで先急ぎたいと思います。はい、目だけありがとうございました。はい、時刻は12時58分、はい、1.6 キロ、目だけ下山完了しまして、こっから、はい、こっから登ってきたんですよ、そもそも。はい、でこっち行って、こっちこっちです。ちょっと足元滑ったんで、ここ、はい、ちょっと見栄の負傷しました。ちょっと痛いです。はい、あ、おだけ行ってみよう。はい、おだけ。
すんげえ急です。尾岳です。なかなかのビジュアルですね。ビジュアルにやられます。この動きよろめくわ。わあ、これはな、ちょっとあれやな、目だけほどの眺望がなくてちょっと残念ね。お前そうやねん。何も見えへん。そうやねん。なんかね、そっ、何？旗から見るにはこっちすっごい山頂なんやけど、いざ山頂に立ってみるとちょっと茂ってるんで、目だけから見た方がうわーって感じでしたね。これ尾岳です。時刻は13時6分、はい、距離は 1.8 キロ、はい、スタートから1時間5分で到着しました。ホラポス関西百名山は第82座、だけの森山、もうこれにしておきましょうね。タッチ登頂やりました。まあ、ザザブリになる前で良かったです、はい。もうさっさと下山したいと思います。はい、はい、こっちです。何あれ、川流れてるで。小坂川やろ、さっきの。ああ、そうなんや。うん、こっちから。ちょっと足元滑るんで気をつけてくださいね。うん、うわ、真っ白。書いてない。その下にあるやろ。うん、なんか向きがちゃうな、はい、あのね、ここすっごい分岐になってるんですよ。まっすぐ行くと峰山、左に行くと一枚岩、こっちにもう一本道があるんですよ、右側に。これちょっとあそこまで行ってみたいと思います、ね。なんて書いてる？はい、行ってみます。一枚岩飛んでる。そうや、そっちや。なんとまさかの、危ない危ない。いい道ですよ、ここまで来たら。一枚岩トンネル方面。山マップ情報超お役立ちかな。うん、そっちで撃てるんか。え、おお。レスキュー隊みたい。ちゃんとね、足場がね、岩についてんのよ。うん。横向きで降りるしかしゃあないなって感じよね。ああ大丈夫？なんでそんなになったんや。あの、振り子みたいな。自分の体の重みでプラーンってなった。重たすぎんねん。これは見事にステップが効くやつ。すごいですけど。やばすぎる。見てこれ。ずっと続いてんの。切ってある。これちょっとあれやで、あるの引きたらあかんやつやで。お前な。いや、まあ、あの足跡に沿ってやる。はい、川下りから脱出しました。すんげえ緊張感やった。あそこ振り返ったら、あの縦看板とかあるで。ごめん、ビジュアルがすごかったわ、うん、もう息詰まる。安心して足を地面につけれるね。なんか今滑るかどうか思いながらこわごわ下ろしてたのに足、雨の日に来たらあかん山やったな。そうやな。大冒険でした。大冒険。これ短い間にすごいスリリングなところが凝縮されてる山やな。そうやね。いや、
ビジュアルもすごかった、ほんまに、うん、ちょっと見たことないあれやったね、岩がね、せやな。犬鳴き谷、わー、すごい、え、すごいでね、はっか、おお、ほら、おお、ほんまや、なんかやっぱり標高低くってもこの斜面がすごいんだよな、岩の、おプリキュア、はい、足が絡まれた、オッケー、はい、やった、やった、はい、到着、え、時刻は13時54分、距離は 3.2 キロやって、距離 3.2 キロ、1時間54分の旅でしたね、はいはい、まあ、ほぼほぼ2時間ですよ、やっぱり、これ北登山口、うん、あのやっぱおすすめなのはこっちから登って南から降りてくる方をおすすめするからな。なぜなら北から頂上まではすごい滑るし、まあ、雨が降ってるから余計かな、うん、もう岩場がすごかったんで、うん、あれをロープを伝いながら登る方がイージーなんじゃないかなと思いました、うんうん、ロープを伝いながら下るとね、私みたいに振り子みたいになる方がいらっしゃるんじゃないですかね。重みがあるから、重みがあるからプランだって迫り来る壁が見えてもキャーって言いながらしがみついてるしかないんですよ。なかなかの恐怖でしたよこれ、迫り来る壁、もうね、もうキャーやね、うんうん、いや無事下山できてよかったです、うん、はい、はい、店の駅に向けて道路を通ってきます、はい、どっちですかね、左、はい、北登山口から登る方のためにバス停からここ来るまでにも立派なお手洗いがございます、はい、道の駅にもあるけどね、まあね、まあね、うん、でも道の駅出発して、あ、やっぱりもうちょっと行きたいとなったらここにもあります。アジサイ綺麗ですね、うん、時刻は14時5分、距離は 3.8 キロ、まあ、ほぼほぼ2時間ですね。ここバス停でゴールっていうことにしたいと思います。どうでしたかね、親玉。短いけど、なんかいろんなものが凝縮されたスリリングな山やったね。うん、ね、2時間と思われへん。うん、やっぱり景色がすごかったね、うん、見晴らしが。で、目だけから見る小岳の景色がもう最高に、うわーって感じやったし、ほんで北登山口に向かうまでの山頂からの道のりが見たことのないような岩の道、滑り台みたいな岩の道でしたね。豆腐岩、豆腐岩は行きしない。もうね、いやー、なかなかさすが関西百名山っていう感じでした、うん、雨も持ってくれたしね、ラッキーでした、ね、できれば晴れた日に来る方が足場が滑れなくて安全かと思います、うん、でこっからあの100円バス乗ってまた小座駅まで戻りたいと思います、はい、打ち上げあります、はい、やばいよ な, こんな、高波来たらなんかかぶりそうよな、うん、ラクダ島やって、ほんまにラクダみたい。うん、森と奈緒さんたちのここに泊まりました。真似して泊まります。海のホテル一の滝、朝日でちょっと間に合わせ、
はい、なんか懐かしい香りがするな。お願いします。しまったかなギャグか、はい、あ、ひろ、うん、家族で泊まったな、うん、せーの、ね、うわー、新婚さんいらっしゃいって感じもっとあります。いやー、わ、なんか懐かしい匂いする。匂い自体が懐かしい。うまいなすごいやん、めっちゃ海。うん、乾杯。マグロの胃袋胃袋、うん、食レポお願いします。イカみたい、うん、この竹田ってうまいね。ちょっとお行儀悪いけど、あ、生姜がよく効いててね、うん、うん、すごい弾力があるからね、酒飲みにはいいと思うわ、うんうん、でも出されたら何か分からへん、はい、うん、うん、噛めば噛むほど出汁が出る感じだな、うん、居酒屋チューイングガムって感じだな、うん、美味しい。もう出てきました、ね、めっちゃ美味しそうなんやけど、これね、食べれば食べるほど味が出るわ、うん、マグロの胃袋、そう、あー最高、いただきます、うん、うまっ、うん、もずくに弾力があるね、うん、出汁がよく効いてる、うまっ。はい、作りの盛り合わせてます。シマアジとイカは生姜醤油、うんうん、これもなんかめちゃめちゃ美味しそうやな、色つやがええな、やっぱ作り盛り合わせ頼んでよかったね、うん、ちょっと、うん、すいませんけど私の方見てくださいね、もうね、やっぱりこういう海沿いの町に来たら作りを食べなさいな。そうやで、そうやで、ホルモン食ってる場合ちゃうなんてホルモン食ってる場合ちゃうでほんまやな、誰もホルモン言うてへん私やっぱりマグロが食べたいよね。いただきます、はい、ツヤツヤ、うん、ちゃいますか、やっぱりあのね、ねっとりしてるわ、うん、うん、ねっとりしてる、うん、ねっとりしてる、うん、うん、マグロカツです。あのね、想像したのと違うのが来たわ、この半玉っていうのがね、うん、よくあるよね、珍しいね、うん、大体ね、カツにするのは鮮度が悪いマグロをするからしっかり火を通すんやけど、うん、こうやって出すってことは自信がある、鮮度は自信があって、なおかつカツにしたいってことだからね、ちょっと期待していきますわ。いただきます。身が柔らかいのと表面のサクサクが合わさって、うんうん、なおかつ鮮度がいいわ、やっぱり、うん、おいしい、おいしい、うん、来ました、ここのお店一押し他のも頼まんでもいいからこれは頼め言われたいや、そう、900円、おいしい、おいこれね、あの取ってあげようかなうん、はい、食べて、うん、うん、どうぞ、これあれだね、そうめんなんやな、うん、太いな、うん、ちょっとビールで一瞬、うん、これもういいから早く食え、あわいいね、太いそうめんな、いきます、うん、焼きそばみたいな、甘いわ、うん、何やろ、一瞬やな、うん、なんかね、焼きそばソースじゃないわこれ、なんかだしがめっちゃ効いてるわ、へぇ、うん、これ名物と言っていい、うん、甘いわ、さすが、さっきおばちゃんと大盛り上がりしてましたもう十何年前に初めて来て、で、10年ぐらい前に来てっていう話をしてて、ちょっとこれと食べるとこ取ってあげるわ、これうまいね、うまいわ、なんでやねん
いや、ほんまやな。そうやろ。出た瞬間わかんな。うん、そうやねん。この出すというかな。ね、鼻から抜けるよね、うん。ちゃんと焼きそばなんやけど、焼きそばソースでごまかしない味がするな。これ美味しいわ。そうめんこれ。なんかそうめんっぽくないね。気に入ったらしいね。よかったね。うまい。うまい。あ、うまい、いただきました。さっきのマグロの胃袋に続いて今度は心臓、心臓を持ってきてくれました。ちょっと見るからおいしそうよ。うまいわ。おばちゃんとだいぶ大盛りがしてます。あ、美味しい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 。なんかね、こう臭みのあるものはね、生姜出たことね、歯応えがあってね、うん、生姜ね、はいはいはい、美味しい美味しい。この焼きそうめん美味しいで、美味しいやろ。うん、美味しい。おばちゃん、テレビ出て。テレビ。映画テレビ出て。だからテレビだよ。YouTube。これめっちゃいい匂いするわ。締めの。ゲソ。ゲソって。バターの香りがすごい漂ってる。ゲソってこんな。うん、なんかね、もうなんかミーやね、ほぼミーやねこれ。なんか大阪でこうゲソとちゃうな。なんかね。あのスナック菓子でなんかなんちゃらバター、うん、海鮮バターとか言って凝縮されたギュッとした粉の、うん、ほんの大元の味がするわ、うん、甘いバターの海鮮の美味しい味がする、うん、エキスにして絞り出したらええぐらいの味がそのままする感じ、うんうんうん、あ海鮮の味がする。もうええ。